業種青いはじめは、マルチジャーナリスト、元 NHK アナウンサー。1980年代に NHK を退職し内部告発した著作、NHK はもういらない、を出版したことで知られる。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、1966年に日本放送協会へ入局。NHK ではアナウンサーとして、 初認知の下関放送局を皮切りに、釧路局を経て、前橋局に赴任。前橋局では、NHKFM のローカル番組、TP リクエストアワーで、ディスクジョッキーを務め、NHK らしからぬ DJ ぶりを披露して、話題となった。1981年、山形局に転勤。翌1982年8月に、NHK を退職して、フリーとなる。 同年10月1日に NHK はもういらない。を、観光。1984年4月22日に雑誌、話の特集臨時増刊、さよなら三角、NHK を編集し、NHK 批判を展開する。その後、1980年代にはテレビ朝日、アフタヌーンショーのレポーターを務める。1980年代後半から1990年代前半に、 かけては、東京都内の地下鉄乗り換えマップの制作に携わり、1989年、大東京地下鉄乗りこなしバイブル、1993年、東京地下鉄早わかりブックを観光。中小企業診断士の資格を持つ、早稲田大学オープンカレッジ講師も務めた。2000年代には、還暦を前に、夫婦でスペインのバルセロナへ移住し、2015年に、 その天末を綴った熟年夫婦のスペイン行きたりばったり移住期を地球の歩き方シリーズを出版するダイヤモンドビッグ社から刊行した。ありがとうございます。